はい、今回はプレイステーションミニではなくてランチボックスと書いてありますね。プレイステーションランチボックス。ちょっとロゴがね、プレイステーションっぽくないですね。パッケージはかなり初代プレイステーションの、まあ、箱を準じていると思います。まあ、微妙に型番なんかはね、微妙どころか全く違うんですけど、裏側なんとなく、おお、プレステが入ってんのかと思わせぶりですが、あくまでもランチボックスです。フリューだって懐かしいというか、よく見かけますね。ゲームソフト作ってた気もしますが、こんなプライズ商品もやっていたとは知りませんでしたね。ちゃんとソニー公式ライセンス品になりますね。ちょっと開けてみましょうか。まず出てきたのは発泡スチロールですね。発泡スチロールはどうでもいいんです。お、なんだこれは、ストラップでしょうかね。ストラップなわけないか。あ、ちゃんとね、プレイステーションのロゴは公式のやつが書いてありますね。今のはね、ゴムバンドですね。さあ出てきましたよ。正面から見るとまさしくプレイステーションなんですが、横から見るとかなり分厚いですね。まあ薄っぺらいとね、あんまりご飯が入らないといったことになってしまいますが、ちょっとこうやぼったい感じもしますね。出してみますが、おお、正面ほぼ間違いなくプレイステーションですね。初代プレイステーションの形になってますが、側面はねちょっとあっさりしてますね。一応ここ通気口になってますが、穴は開いてません。裏側のコネクターもないね。裏側ちょっとね書いてありますね。ただし電子レンジに使えないとか、そういった耐熱温度などが書いてあります。このマシンのスペックなどは書いてないですね。まあそりゃそうです。ゴム足もありません。お弁当が滑ってしまう心配がありますね。こういったトレイは開きませんね。そりゃそうですね。中が覗けたらいいんですが、はい、開きました。あれ、黒いぞ。ここなんか薄っぺらいというか、どういう目的なのかな。これただの蓋か。黒いのは蓋かな。そうですね、汁とかがこぼれにくくなっているのか、こぼれちゃうとは思いますが、まあいろんなものを防止するためです。はい、出てきました。どうでしょう、なんか男目線で言うと少ないなと。これだとお米かおかずかのどっちかしか入らない気がしますが、どうだったかな。最近お弁当をね作ってませんので大きさの感覚がないですが、明らかにまあ中学生高校生の男児にとっては、男子にとっては少ないですね。これ PSP ですが、 PSP の横幅ぐらいしかありません。まあ何の比較にもなりませんけどね。たまたまそこに PSP があったんですが、この黒いやつはまあなんかを防いでんですね。多少の汁を防いでくれるんでしょうか。そしてこいつゴムバンドですね。まあお弁当箱などをしっかりと押さえると、こいつでこのようにと、縦でいいのかな、横はちょっときつそうだしな。こんな感じでしっかりとプレステランチボックスできました。いやちょっとね小さいかなという気もしますね。そして分厚いんですよ。で大きさをちょっと比較するためにこちらのプレイステーションハードを持ってきました。プレイステーションクラシックの方ですね。ほとんどね大きさ同じですね。このように横幅全く一緒と言っていいんじゃないでしょうか。奥行きもね同じですね。そして問題の厚さはね、やっぱり分厚いですね。ランチボックスのがこんなに 1.7 倍ぐらいでしょうかね。2倍はないと思いますが 1.7 倍ぐらい分厚いといった感じです。まあお弁当箱なんでね、あんまりちっちゃいとお腹に入らないんでね。まあこんな感じで、基本的にどうやらプレイステーションクラシックの大きさをベースに作られているような感じがします。
まあそれぐらいほとんど同じ大きさでしたね。厚さはやっぱりあります。まあ側面はちょっとね、やっぱり寂しい感じがしますね。まあ弁当箱なんでね、そんなにこだわらなくていいのかもしれませんけども、はい。でせっかくなんでパッケージを比較してみたいと思います。やっぱりね、残念なのはプレイステーションのパッケージに描かれているね、ロゴが違うところでしょうか。このね、バンダイのプラモデルでもちゃんとしたね、プレイステーションロゴが描かれていましたよね。そして上の方に行くと、初代本当にね、プレイステーションのパッケージデザインなんですが、あとはクラシックですね。まあ、パッと見のデザインは非常に似てます。やっぱりこのフォントがね、プレイステーションのフォントがちょっと惜しい。非常に惜しい。なぜここは許可されていないのか、ただ単に手を抜いちゃったのか。そして必殺のね、マトリョーシカになりますが、ちょっとこのプレイステーションクラシックと大きさがほとんど一緒ですので、見事なこうグラデーションというんでしょうか、大きさの変化が出てませんけども、まあランチボックスとね、プレイステーションクラシックはほとんど大きさ的には一緒です。まあお弁当箱としてはね、逆にこの初代プレイステーション実機の大きさが良かったんじゃないでしょうかね。なんていうのかな、昔このぐらいのサイズだったような気がします。金属のお弁当箱ね、お米とおかずがちょうど入ります。今回のランチボックスはちょっと小さいかなと思いますが、早速ね、作ってみました。入れてみましたよ。今日のランチ、まさに本当に今日のランチなんですが、ここに入れてみましたよ。結構、出てきました。なんと今日は麻婆丼ですね。ひじき酒、お得意の料理。本当にね、ものの数分でできちゃうという。究極グルメ麻婆丼です。ランチボックスには全く適さない具材ですけども、今日はこんな感じの料理を作りました。はい、いかがだったでしょうか。プレイステーションランチボックスでしたけども、ランチボックスとしてはね、やっぱちっちゃいかなと。ツイッターのコメントにもありましたが、メガドラタワーの方が、まあ、ランチボックスとしてはいいんじゃないかなと。例えばこのね、メガ CD の部分におかず、そしてメガドラ本体にご飯、スーパー 32X におやつ、デザートですね。ソニックの部分に調味料なんてのはいかがでしょうかね。まあメガドラタワーランチボックス出たらなかなかいいと思うんですが、まあ今日お弁当にしたのがこの麻婆豆腐ですね。個人的にはもうほんとね、5分ぐらいでできちゃうお手軽メニュー、麻婆丼ですね。まあちょっと麻婆丼だとね、このプレイステーションランチボックスに入れるには不定期格だったんですが、ちょうど今日というタイミングが麻婆丼の日でした。うん。今日は 130g のお米を入れましたけども、ちょっと少なめですよね。ということを考えると、本当にお米とかおかずしか入んないプレイステーションランチボックス。ではまた。